はい、おはようございます。今日は、クラテ郡ボランティア連絡協議会さんの方から、いきなり、宮若市クラテ郡のイニシエというお題を頂戴いたしました。一番最初に掲げてありますこの地図はクラテ郡市の関東に乗っかっている旧クラテ郡、今の能形市も含まれますの地図でございます。この中の何点かを、公園に先立ってご紹介しておきます。はい、これ犬鳴き山です。この犬という言葉が大事でございます。それからここ、宮田内仙石橋、今日のお話の中心になります。それからこちら北の倉手町鶴木岳、これも非常に、今日の話の中で重要になってきます。その他にも、この倉手郡の旧倉手郡の中にはですね、古代史と非常に深く関わる、地名が、たくさんあって、実は皆さんご存じないかもしれませんけど、古事記日本書紀に倉手郡の地名って取るんです。それを今日紹介いたします。あともう一つ大事なとこはここですね。私の母校倉手高校のあります能形市山辺、もう一つ私万葉集の方やっておりますけど、田子の浦湯打ち出てみれば真っ白にぞ、富士の高嶺に雪は降りける山辺の証人、多分ここの出身です。ここの出身です。ここの出身で千葉県で亡くなっております。はい、そんなことを、数々の動画で上げております。さあ、それでは、どん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 お話してまいりましょう。皆さんがすっかり忘れている、まさしく宮若市倉手郡のイニシエでございます。これ今私が一番気になっている、塩いかけ遺跡でございます。縄文時代から弥生時代、古墳時代、もう千数百年続いている遺跡なんですね。この中の奈良時代の古墳からですね、日本最古の河川といわれる和道開珍、私たちはもう和道開珍って言いますけど、これが一つのお墓から5枚も出てるんですよ。これの実物を今探しているところです。これも大変な遺跡です。すごいですよ、鉄塔も出てますよ。弥生時代の鉄塔ですよ、これ皆さん簡単に思われてるけど、弥生時代にもう福岡県倉手郡はもう鉄で製鉄して刀をこさえてたんですよ。そういうところなんでございますよ。これ弥生土器です。これかつて私の母校にあったそうです。倉手高校に、火事で焼け滅んでしまったみたいですね。こうやって遺跡で倉手郡どんどん滅んでるんですよ。さあ、この協議会さんからですね、近頃吉野ヶ里遺跡がまたちょっと話題になりましたね。その箱式石棺について、ここから今日入ってまいります。この図お分かりですか？これ縦岩式石包丁の分布図です。その中心、これ笠木山です。倉手郡の人で笠木山知らん人は潜りですよね。ここで取ります、気力凝灰岩を材料にして、立岩遺跡、飯塚市の立岩遺跡の焼野荘というところで、この立岩式石包丁の工房跡が見つかっておりますね。ちょっと後ろの方のために拡大しましょう。これです、笠木山立岩、こんな石包丁です。これがこういうふうに流通しておりますね、この石包丁。これ考古学の先生だったら調べました。はい、吉野ヶ里ここです。倉手郡当然ここです。私が今研究所構えている田川郡、こちら側ですね。宮古郡、菊郡、恩賀郡、宗像郡、倉手郡、加保郡と、これみんな古代の首都圏ですからね。古代の王国の王朝の首都圏ですから、これまず勘違いなさらないでください。はい、で、これまた別の図ですね。この図が元になってますけどね。これ吉野ヶ里遺跡の、一応発掘当時の報告調査所にあった、地図ですね。はい、これで吉野ヶ里と筑豊の共通点って書いてあります。まず立岩式石包丁を共通します。よろしいですか。稲作文化圏の跡ですね。
さあ吉野ヶ里遺跡こんなもんです。はい、亀館が出ておりますね。その亀館って吉野ヶ里遺跡のちょっと東側にありますが、二塚山遺跡地との中国前漢時代の銅鏡、中国からもらってきた鏡です。出てるんですね。であちらの吉野ヶ里近くからもやっぱ鉄塔が出てますね。鉄の刀、さっき塩掛け遺跡で見せましたでしょ。塩掛け遺跡で、はい。それからガラス製、弥生時代のハイテク遺跡ですね。ガラス製管玉が出ておりますね。これ銅剣です、銅矛です。さあこういうのが、吉野ヶ里遺跡と東側の大地からいっぱい出ております。で吉野ヶ里遺跡が発掘されるまではですね、この近くの農家の息子さんが出てきた銅鏡を円盤投げ遊びして壊したって話が残ってるくらいに遺跡の豊富なとこだったんですね。であるお宅ではこれを文鎮代わりに使っているということで、まだ見つけられそうです。さあこの吉野ヶ里と倉手郡つながってるんですよ。立岩式石包丁の文化圏で同じなんですからね。さあこれがその説明書なんですが、もうこういうのはもう後でゆっくり読んでください。とにかくここの遺跡とつながります。先ほど出た立岩遺跡、掘った亀館を、出土品の、これが前漢鏡です。前漢って簡単に言ってますけど紀元前ですよ。紀元前200年から200年続いた包丁ですよ。で実は宮若市からも磯水の近くからやっぱり五漢式鏡といってやっぱり中国の鏡出てますからね。後で説明しますけど、はい、ここに立山しか書いてありませんけど、倉手郡も宗像郡も相当遺物出てます。ただこちら側は古かった分だけどん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 皆さんのご先祖さんたちによって壊されました跡形もない遺跡がいっぱいありますね。はい、これ立岩遺跡です。さあ先ほどの立岩式石包丁の文化圏が何を意味するのかといいますと、ここに書いてあります。犬国の遺跡で、皆さんには犬国って言ったらすぐに分かりませんけどね、ちょっと先追っかけておきましょうかね。これです。これ博多の鹿の島から出たとされる、三宅由歴史というへんてこな学者さんがですね、これを漢の和の名の国王って読んじゃったんですね。これは教科書に出てると思います。これ間違いです。漢の犬国王です。犬国です。最初の地図で私皆さんに何紹介しました？犬鳴山、あの犬です。それから彦山の並びに犬ヶ岳があります。で私が今住んでおります田川のところに猪国とか猪膝とか一名もありますね。なぜか知らんけど福岡県よう探すと犬とかイノシシの犬とか各地名残ってるんですよ。この国のことなんです。立岩式石包丁を築いた あれが流通した範囲に犬国という王朝が誕生してるわけでございますね。それ言いたいだけなんですよ。はい、吉野家と同じように、ガラス製の管玉、これも立岩遺跡から出ておりますね。倉手郡からも出てほしいんですがね、まだ見つかりませんけどね。さあその犬国、これ万葉集では空光大和の国という表現があります。紀元前14年天照国照彦天の穂明り串玉にぎはやひの御事という方が笠木山に降臨されました。磯水の天正宮の伝承でございます。そして皆さんの常識では多分はお分かりにならないと思いますが、この方こそが本物の天照大神でございます。女性じゃありませんでした、男性でした。で私小学校になった時も天正宮には初詣に行ってたんですね。それでその頃に古事記の子供向けの本読み寄ったんですね。それで天正宮って書いてあるから天照大神が祀ってあるんやろって親父に聞いたんですよ。バカ、ここは男神ぞって言われて、は？天照大神ちゃん女やろもん、男じゃって言われてそれで40代に古代史の世界に入ったら、ああ本当に斬新だったと、こういうことは分かってしまったわけですね。だから古事記日本書紀が意外と嘘書いてあるんです。
これ宮田の神様です。倉手郡の神様です。あの方がここに犬国というあの国、吉野ヶ里まで含めてですよ。北九州も含めてですよ。お南は大分、熊本の北部も含めてですよ。あそこに一大王国を築かれたんですね。うん、そんな事実がこの倉手郡には存在するんですよ。そしてこの国はすごいんです。紀元前にできた国なんですがね、まず鉄製品を作った国家なんです。そしてこの、にぎはやひこと天照大御神はスサノオの御事、その前にやっぱ王様いたんですけど、スサノオの御事を倒すんですね。すると天照とスサノオは兄弟じゃないんですよ。これも古事記日本書紀の嘘なんです。で、天の岩宿というところで、天の金山、これは、田川郡河原町にありますね、金山というところがね。そこの鉄、マガネを取って、そして鏡を作らせたということで、なんと紀元前にこの福岡県北部では鉄の鏡をもう作ってるんですよ。これ古事記に書いてあるんです。この天の岩宿の前で破れたスサノオの御事は、チクラの沖と何枚もの板状の石を体の上に置かれて圧殺されて、そしてスサノオの御事の墓が今小倉区の、小倉南区のところに八坂神社さんの境内に今もスサノオの御事の墓というでっかい石の墓があります。島根県出雲の話じゃないですよ。福岡県の話ですよ。福岡県に出雲王朝があったんですよ。でその出雲王朝の後にこの天神にぎはやひが入り込んで、また新たな王朝を建てたんですよ。それが立岩式石王朝の国なんですね。はい、もう一回いきます。これです。でこのにぎはやひの御事の多分次の長男だと思います。天の加護山の御事がですね、ちょうど五漢という中国の紀元後の国57年に方向朝がしまして、これ犬国ですからね、和の名の国じゃないですから、犬国ですから、明治の人の大間違いです。で、和国の南海極むるや甲武多毛に印字を持ってす。だからこの鹿の島から出たとされる金印、これもともとは田川郡河原町、河原三の岳の麓に置いてあったのが、なぜか知らんけど途中から筑紫川に行っちゃったということですね。あれ、ジンベエさんという和尚さんがどっかの神社から盗み出した金印です。はい、それを黒田藩の藩主がですね、取り上げて、で、お前命は助けてやるから、これを博多の鹿の島から出たことにしとけって言われて、それで鹿の島になってしまったんです。あれも江戸時代のデマゴーグでございます。はい、そして、107年に和免定国王推奨が西高160人を献上したなんていうのは御勘所に書いてあるんですね、中国側にね。で、その時もらってきたのがひょっとして下から出た金銀削岩手流本鉄橋、これイラストですけどね、こんな鏡をもらってきたんじゃないかな、なんてことを考えるんですね。これ下から出たとされております。さあ、ここです。天の加護山、河原三の岳です。これも私ずっと言い続けたんですよ。奈良県の天の加護山、あれはフェイクですよと、偽物ですよと、本物こっちですよって。だって古事記日本書紀に天の加護山から金と銅が取れたとあって、金から雨の被木を作り、銅から鏡を作ったって書いてあるんです。奈良県の天の加護山、砂鉄の一個も伝統ですもんで、この山冗談抜きに金と銅は取れますね。はい、したがって山と三山、三山行ってきましたけど、奈良県のは全部偽物で、これが本物の河原三の岳、天の加護山、二の岳、耳鳴山、越の岳、うねび山、これも今削られております。神のお山が削られちゃいました。はい、でこれが私が古事記日本書紀、それから中国史の歴史を全部たどって、作り上げた弥生時代の和国イコール豊国の歴史。今ここ倉手郡は筑前になっちゃいましたけども、はるか昔はやっぱり豊の国ですからね、豊足原瑞穂の国ですから、はい、豊の国だったんですよ。途中から筑紫になっちゃいましたけどね。はい、大物主八千代子の時代、1660年と書いてありますね。イザナギの御事とか、それから建屋敷遺跡とか、それから、今日の立岩遺跡とかですね、そしてスサノオの御事が出雲王朝創建というのはこの弥生中期の頃ですね。それで先ほどの天照大御神、笠置山に降臨ということで犬国が始まりますね。立岩式石王朝のところです。
そして犬国はなんと130年くらい栄えます。でその後に実は神武天皇という天皇家の初代天皇さんが筑紫の方からこの豊国倉手郡も含めてですよに殴り込みをかけなさって、でそこで前の王朝犬国を倒して、これで邪馬台国大和国を創建されたんです。もう皆さんの常識に今私果敢にチャレンジしてますよ。皆さん大和王朝って言ったら大和って言って奈良県にあると思ってらっしゃるんでしょ。嘘ですって、ここです。ここは大和王朝の一角です、倉手郡。あ、もう早々最初からでも私とこう意見ガチガチでしょ。そう、皆さんの頭の方が教科書に洗脳されてるんです。私の言ってる方が意外と正しいのであります。このだから福岡県北部に和国平安も起頭です。神武さんが倒れた、亡くなった後、そして紀元200年に卑弥呼さんは恐立されたんです。だからこの倉手郡後で紹介しますけど、卑弥呼さんの時代のとある大きな国の一つなんですよ、倉手郡は。はい、そして239年に大宝軍に献死します。でこの時卑弥呼さんがもらっていた鏡銅鏡100枚こそ遠賀川流域、先ほど言いましたこの磯光にも出ております五冠式鏡です。だから教科書ではもう三角縁神獣鏡ってなってますけど、あれは漆器の鏡です。しかも国産鏡です。我が国で作られております。近畿で五冠式鏡は明らかに中国から渡ってきた鏡です。だから卑弥呼さんのもらった鏡絶対これです、五冠式鏡です。これもあとで出てきます。その卑弥呼さんが亡くなった後に実はこの倉手の土地に大和武尊命が登場します。これも倉手郡に深く関わる古代のスーパースターでございますね。一番関係するのは草薙の剣なんですね。この話はご存知でしょ。で令和元年に皆さん何があったか覚えてらっしゃいますか。今の上皇陛下から金城陛下に何が渡されたんでしたっけ。草薙の剣ですよ。ということは草薙の剣ってのはかつて倉手郡にあったんでしょ。それが今の天皇家の天皇の位を象徴する見印の神剣なんでしょ、宝剣なんでしょ。いや草薙の剣じゃ、ここもっとはっきり言いましょうか、私が初詣に通った天正宮にあったんですよね。もう皆さんもう疑ってるでしょう。最後は信用させますからねここに4世紀にまた神宮皇后が若狭の国紀伊から行ってきて瀬戸内海を渡ってまたこの豊国に殴り込みかけてるんです。その神宮皇后さんの伝承はやっぱり倉手郡に残ってますよね。これも今日全部紹介していきます。はい、さあこの大和の国の始まり、もっと古くはですね紀元前660年頃です。大和なす大物主、大物主は別名八千代子の神でもある。この神が引き連れてきた部族こそおそらく物のべし25部族であろう。まあ一人で8000本持てませんわね。当然家来たちが担いでますね。その道北が考古学の世界でどれだけ出てるかって見てください。福岡県ナンバーワン。じゃあ大物主さんここにいたら決まってるんですね。奈良県ゼロ、道北はゼロ。大物さん絶対奈良県オラントです。奈良県の大宮神社、あれも偽物ですそういうこと分かってまいりますね。さあここに先ほどの天照大神、その前が須佐野の御、その前がイザナギの御、そしてここに彦渚さの御、これ宇賀や吹会津の御、その第四子が神武天皇でございます。これ中国側の記録ですが、もともとは東大寺に伝わっていた王年代記という本の中に出てくる神様と天皇の歴史でございます。だからここで一つだけ皆さんに書いていただきたいのは、我が国の神というのは生きている時は人間です、亡くなって神様です。それは今の仏教徒でいらっしゃる皆さんが生きている時は人間、亡くなったら仏様になる成仏なさるのと同じです。それがかつての日本国の神道ではやっぱり生きている時は人、亡くなって神と敬われたんですね。だから我が国の神というのはエホバの神とかアラーの神と違いましてね、人間です、ご先祖さんです。
私に我が国には神話って言ったらいけないんです。あれは神の歴史、あの神というか先祖の歴史なんですね。これが我が国の神ですからね。これ間違えちゃダメなんですよ。これはあの歴史学者さんたちが勝手に神話神話って言って戦後の教科書から削ったんですよね。だから戦後の教科書で倉手郡に皆さんお住まいにいながら、にぎはやひろみこと、アマテラス大御神なんてもうずっと忘れ去ってたでしょ。これ倉手郡の偉大なる王様ですよ。もうここから認識違いますでしょ。はい。でそのイザナギの御事についてもですね、これ実はこの隣の、恩賀の方になりますかね、おのころ島ありました、遺跡としては建屋式遺跡、恩賀式と出てますね。そしてここにあの塩香炉香炉にで、その誇る末から滴り落ちる血を重なり積もりて島となった、あとこれおのころ島、おのずと凝り固まった島だからおのころ島って言うんです。そしてこの香炉末を縮まって殺せと書いたのが水巻町の図書館のところにありますね。あそこに田賀山、小田賀山のふもとに水巻町の図書館あります。田賀山、武前坊山、明神が辻という、これがまさしく塩、コロ固まって、コロ固まって、コロっと固まって、これですね。だからこれがおのころ島だっていうことを日本で初めて発見したんです。再発見です。かつて倉手郡も含めてこういうふうに古恩賀湾という深い入り江が入っておりました。今の恩賀湾流域です。これ水巻町ここです。見えますかね、ちょっと薄い。ここ殺すえって地名書いてあるんです。これがおのころ島です。こんなの発見しちゃいました。この辺り分かりますでしょ。水巻駅、恩賀川駅ね、それから筑前なんとか駅ね、仲間駅ね、はい、この辺りですよ。古月横穴倉手町でしょ。これにぎたって一名ご存知ですよね。今日の後半大きくかかってきますよ。にぎたですよ、にぎたですよ、はい。でここに書いてあるイザナギの御事が、大和は浦安の国、内海の国だって。これ神武天皇記、日本書紀の神武天皇記31年に書いてございます。詳しい方向、これ恩賀町の公式ホームページ出てくる細型道県って言われるやつですね。詳しい方向の地だる国、じゃあこのイザナギの御事がおっしゃってる大和ってここやないですか。奈良県大和、海なし県です。大失格です。少なくとも我が国の神代の大和の国じゃありません。神代の大和はここ倉手郡含めた恩賀湾沿岸の国のことでございます。はい。でこの恩賀湾式土器が紀元前3世紀から紀元前2世紀にかけてたった100年で東北まで到達しますね。すごい稲作文化ですね。この地図分かります？恩賀川がすごいんですよ。これ考古学のね有名な地図なんですけどね、恩賀川こんな辺りになってます。黒丸、これ糸島半島ですよ。恩賀川ここですよこれくらいに考古学の先生って地理もよう知らんとですね、九州バカにしてますね。私いつも怒ってんです。こんな地図よう平気で出しとんなと。さあこの犬国を倒したのが、先ほど言いましたように実は初代神武天皇なんですね。この神武天皇さんはですね、この方実は熊本出身です。熊本県出身です。お父さんと一緒、そして筑紫の国に出てきます。それからこの倉手郡も含めて豊国、ここを統制なさったわけです。それで私が日本書紀を、綿密に分析してきましたら、紀元83年、大阪の大室やあの吉野ヶ里遺跡、これを滅ぼしたんでございます。お父さん宇賀や吹会津と神武天皇さんが、この時神武さん15歳です。この吉野ヶ里遺跡一旦滅びるんですよ。そしてそれから50過ぎてからですね、岡の港に入ってこられるんです。もう恩賀湾、もう岡脇町あたりですよね。そして115年春3月恩賀湾遡り、夏4月長洲根軍と交戦、この時お兄ちゃんが敵の矢を受けて亡くなりまして、病気になりましてね。で博多湾住吉神社近くの草数、今の大濠公園です、
あそこに帰って、そして最終的に亡くなって竈門山太宰府の宝満山に葬ったと、こういうあの通史とは全然違う歴史を見つけ出しております。でこれをですね、まあ、暦の研究もやっておりましてね、実際に神武天皇さんはこの頃15歳でしたよってことで、西暦83年なんていう、そういうあの計算の仕方もちゃんと示してあるんですがね。その時読まれた歌が神武記にありまして、お坂の大室屋に人沢に入り寄りとも、人沢に木入り寄りとも、みつみつしくめの子らが区仏つい石つい持ち打ちてしやまん、お坂の大室屋に人が大勢入っていようとも、人が大勢来て入っていようとも、勢いの強い久米の者たちが区仏つい石ついでもって打ち殺してしまおうと、戦争中にはよく使われてた歌なんですよ。物騒な歌ですね。じゃあこれでお坂の大室屋、あの遺跡一度滅んだんですよ、はい。そして九州の西半分を制圧した後に、筑紫からこの鞍手軍も含めて豊足原の瑞穂の国犬国を統制なさったわけですね。これ古事記日本書紀分析したら、実はこういうことがちゃんと書いてあるんですよ。日本で初めて言いますけど、私が一番古い形に戻してるんだと思います。神武天皇さん、これ向こうの奈良県の橿原神宮にある絵巻です。統制しようという会議ですね。そして神武さんは筑紫からこうやって、やっぱり目指したのは実は鞍手軍ですよ。ここにまた物の部氏なんて出てますね。この恩賀湾沿岸に八十富士の物の部、物の部さんがいっぱいいっぱいここにいらっしゃったんです。で問題なのは、この物の部さんたちは弥生時代において山の上か島に住んでたんです。だから魏志倭人伝なんかにも、倭人は山東によりて居す、山島によりて居すって、あれ本当なんです。こう恩賀湾の実情なんですよ。物の部さんたちはやっぱり敵から身を守るために山の上に城を築くか、島周りが海になってるからそこに築くか住居、まあ、そういうことをやってたんで、まさしく山島に住んでたんです、はい。こう入ってきて第一次統制失敗して、それで太宰府に帰っちゃうわけですね、はい。で六ヶ岳神社なんてあります。これ宗像三女神が初めて降臨した場所だっていうことになっておりますね。筑前の国不時一文にちゃんとあります。今の宗像じゃないですからね。宗像三女神、最初はこの六ヶ岳神社に降りたという伝承がちゃんとあるんです。あの六ヶ岳です。六ヶ岳に宗像三女神降りられたんです。これも多分事実だと思います。でここに先ほどのにぎはやひ書いてありますでしょ。天正神社も書いてあるんですよ、はい。鞍手軍ここでしょ。にぎたもここに書いてありますよ、ね。剣神社も書いてあります。六ヶ岳も書いてあります、はい。さあその第一次統制の時の、遺跡もですね、若干ですが残ってますね。神武天皇の腰掛け石とかね、はい。まあそこに乗っかっておりますので、暇があったらお出かけください。さあそれで草数に帰ります。その博多側にもだからこういう、博多小図という800年前の、絵地図がありましてね、ここにひっくり返ってますけど、ここに草かえって書いてあるんですよ。ジームさん九州なんですよ。全部活躍の舞台が奈良県なんかに一歩も入っていらっしゃらないんです、はい。で、第一次統制ね、これ終わります。久保手山縁起がありまして、ここの久保手山か彦山にいた八田ガラス一族に道案内を頼んで、そして豊の国をの、犬国の一族を追い払っていくわけですね。そこにまたですね、ここに中津国、神武天皇は中津国を平らげ、犬の邪神を払わしめ、九州を治めんとすという文句が久保手山縁起に書いてありますね。だから神武さん一度も瀬戸内海に通って大和に行ってないです。奈良県に九州止まりなんです。これが、北九州の現地伝承で全て明らかになるわけですね。これまた違う感じの犬でしょ。ちょっと大きくしましょうかね。こんな字書いてます。い、ぬの邪神を払わしめ。そしたらこの久保手さんのあの山並みの近くに犬ヶ岳が。だからまた鞍手の因泣とつながって。だから鞍手の因泣というところは
犬国の王族たちがいた場所だから、多分犬鳴きっていうんですね。でジムさんに制圧された時に、多分このクラテの土地にいた犬族が皆殺しにあって、その断末魔の悲鳴がとどろいたから犬鳴きっちゅうんでしょうかね。ちょっと怖いですね。だから今でも犬鳴き峠怖いですよね。犬鳴きトンネルなんて全国にホラーの名所になっちゃいましたね。でもやっぱり古代にこういうことがあったんだったら、やっぱり今もなお怨霊は漂っているのかもしれませんね。だんだんクラテのことが信じられるようになってきました。かつてここに一大王朝があったんだとね。はい、その彦さんから降りて、これこの前 RKB で HKT とかいう女の子たちと一緒にヤタガラス伝説発祥は彦さんという番組に無理やり出させられましたジームさんこうやって彦さんからこう川崎町を降りていくんですね。でこれはもうだからこの簡単にいきます。田川の方でもジーム伝承いっぱい残ってるんですよ。これ宇田の下津上田っていうところなんですね。田川方面全部関係してるんです。で川崎町に神武天皇名残のお宮さんもあるんです。ところがですね、この住坂の戦いとかですね、これ神武天皇さんの第二次統制の記録ばっかりなんですよ。これは私あちこちの、YouTube の動画に上げてありますので、またゆっくりお読みください。その最終決戦地の一つが立岩なんです。で一つこれだけは紹介しておきましょうね。このヤタガラスに導かれる神武天皇さんというこれ有名な絵なんですがね、本気で借りたら1万円取られます。でこの時に日の日王さんから西南のカラスを峠に飛ぶ霊具という文句を私書いとるんですが、神武天皇さんが田川方面から立岩遺跡のところへ来る途中で、このヤタガラスに道案内されてますね。そのヤタガラスの後を追えといった場所だから、あれカラスを峠って言うんです。はぁ、これジムさんの故事に基づく有名な地名なんですけど、私にとってはカラスを峠奈良県ありませんから、ここですからこれジムの故事ですよ。近くの神社さんにちゃんと伝承残ってるんですから。はい、で日本書紀にも一部残ってます。カラスオという名前こそ出てきませんけどね、カラスの後を追えっていう文句が出てきます。はい、カラスオ峠ってそういう意味なんですよ。あら、今日勉強なさいましたね。ボランティアの皆さん、これからどんどん紹介していってくださいよ。すぐ近くですから。はい、さあその中津国神武さんが一大決戦した場所、ここ飯塚市立岩丘陵、かつて恩河湾まだここら辺まで入ってたんですよ。これ船で攻めないと攻められなかったんですね、立岩丘陵ね。先ほど全冠式卿が出た遺跡ですよ。これ神武さんが最後に攻撃した場所です。はい、でこれが高祖神社飯塚市大和田生津田あざ峰に伝わる社殿で、神武天皇は駒の忍命を先導をとなし、馬見山より国を求め行き去りて釈迦の山にいたり、すなわちにしすって、これちゃんと全部残ってるんですよ、これ現地伝承に。でようやく沼田生津田に達すると駒橋を進んで、そうして曰くと、そして雲の、切れ間にかまどの霊峰が見えますよと。そして問題ここですね、立岩付近に達した時、忽然として風雨がしきりに起こり、山岳振動して雨土開館、石を弁絶。要するに立岩遺跡の上からですね、ジムさんそこ船で上陸作戦敢行したんですよ。ところが上から石投げられるんですと。木製の船ですから勢い余ってこんなでかい石降ってくると船底まで破られて沈んじゃうんです。これで神武天皇さんの2番目のお兄ちゃんと3番目のお兄ちゃんがここの海戦で、生蓋の海戦で亡くなってるんですよ。うん、なんてこともとうとう抜き出したんですね。これも立岩丘陵の熊野神社さんのところですね。後藤姓の右利、雷雨にわかに起こり、山岳明道天地石を弁絶、時に巨岩疾風のごとく飛来して、これは巨岩ですよ。だからあそこに祀られてるのが、どういうわけか、天岩戸、なお、田力王の神っていうんですね、スサノオに石を置いたというあの神様が、ここでまた祀られてるわけなんですね。で、巨岩を投げ打ちて、その底を中枢、実は神武天皇軍がやられてる。この危難を救った人がいるんですがね、これから紹介しますよ。今日の前半のハイライトですよ。このですね、神武統制のコースをですね、
きちんと残していてくれたのが伊手引神社社殿の小6なんですけど、この私がこれから紹介する5枚のスライド、これ全部かつての大正年間に出た蔵手軍師に書いてあったんです。この蔵手軍師がなかったら私今このような説を皆さんに披露することできなかったんですよ。蔵手軍師がすごい、皆さんもね、はい。さあその中にここに鳥居があるんですよ。霊雲とかね、これ八田ガラスのことなんですよ。でここに烏の峠書いてありますよ。霊雲を烏の明神の出現といい、烏は八田ガラスの烏に同じ。これ蔵手軍師に書いてあるんです。本当に私神田の古書店で5万円で買ったんですから、痛かったですよ5万円釈迦の山、生蓋、掛け馬、勝負坂、これ飯塚に 今も残ってますね。それから立岩、これ立岩ですよ。天皇が、神武天皇が天祖に祈願したもうたところ、月光神社、白旗山、そして蔵手軍師って書いてありながら蔵手ここしか出ないですね。笠木山、蔵手郡宮田町、天祖の霊を祭りたもうた霊地、神武天皇さん笠木山で御霊をお祭りなさったって記録したんですよ。元は伊手引神社社殿ですがね、蔵手軍師しか実は残ってないんですよ。伊手引神社社殿は今行方不明なんです。私宮司さんに頼んで何とか探してくれと、私が知る場で探してくれと、一度でも読ませてくれと言っとるんですがね、まだ見つからないです。だから蔵手軍師がなかったら私本当に皆さんにこの説届けることできなかったんですよ。大変でしょこれ。こんなの見てわかります？イギスとか農祖の森とかわかります？ウルーノってわかります？日野原わかります？高田わかります？大北、これ筑前大学ですね。これみんな蔵手軍師に乗っかってたんですよ。それから例の元いた場所、宝満山、神武さん凱旋されるんですよ。加賀の里、これ今の海八幡です。神武、株竹原、若杉山、若杉山もお分かりでしょうかね。ところがね、蔵手軍師ここで終わるんです。怒り役わあ、この鈴木を見たかったってな感じでですね、それで伊手喫茶店見たいんですけどね。さあ今日前半のハイライトで、この立岩の決戦、犬国の最後の都ですね、これを神武天皇を攻撃なさって、ここを滅ぼして邪馬台国、大和の国をお建てになったんです。つまり大和王朝は本当に冗談抜きにこの北九州に始まったんです。その神武さんが立岩の戦いで非常に苦境に立たされます。それを救った人物、この人です。高倉寺、普通の御霊の剣を立て祭り、祈難を救う、ここに書いてあります。蔵手の語源、今蔵手町では蔵手の語源は蔵寺の里ということで、蔵寺の君、金明天皇の時代に朝鮮半島に出かけて行って武勇を立てたという将軍の名前から起こったとされておりますが、私に言わせるとこの神武天皇の祈難を救ったこの高倉寺の蔵寺こそが蔵手の語源です。皆さんの蔵手郡の蔵手、蔵手町の蔵手、この高倉寺の君ですよ。私の分析では金明天皇の時代じゃないです、神武天皇の時代です。神武天皇の最大の祈難を救った人です。この人どこにいたか、これはあの日本書紀の文章ですけどね、ここにまた天照大神って出てくるんですよ。それで普通の御霊というのを授けろってことになるんですね。高倉寺、普通の御霊の剣を立て祀るここです。高倉寺がいた場所、剣神社、剣だけの上です。これ今奈良県にある磯の神神宮の元宮の跡です。ここに先ほど申し上げた物の部氏の一番中心の部族の武器庫があったんでございます。と本来にぎはやひと一緒にやってきて、そしてそのにぎはやひの130年後に神武さんが攻めてきた時に物の部氏から神武天皇に鞍替えして神武天皇に味方したのが高倉寺なんですよ。だから蔵手軍というところは
大和王朝の成立に大きく寄与した場所であり人なんですよ。こんなのどこの教科書に書いてありますか。私が東京都立高校の国語教員しながら夏休みに帰ってきて、40代の半ばから20数年かけて夏休みごとにやってきて、あちこち回って、その途中で皆さんにお会いしたってことはないと思いますがね、もうあちこちの人に聞いて回って神社伝承を集めて、これだけの歴史図を再現したんですよ、復元したんですよ。ここですよ、やっぱりクラテの土地ですよ。クラテってこんなすごい場所です。だんだん見えてきました。もうにぎはやひ、アマテラス、大御神紹介しましたよ。今また神武天皇と高倉寺説明しましたよ。どうですか、宮若クラテの古が少しずつ見えてきましたか。はい。そしてさらにですね、長須根比古と最後の決戦やります。で、年表を追っかけますと119年3月1日犬国滅亡し大和国成立です。ここに書いてありますよ、日本書紀タスクラテ軍師タス五感所。あちこちの古典籍を横につないだらこうなるんです。だから私はどっかの大学の先生たちよりはよく古典読んでると思いますよ。あの先生たちの10倍100倍読んでますよ。そしたらこの土地になるんですもん。はい、これ言っても私だけですもんね。はい、笠木山、笠木山もう一回ですよ。だから笠木山って何が祀ってあるかって、これにぎはやひの御事アマテラス大御神が眠っていらっしゃるところなんです。降りなさったところです。降りなさったところです。あ、眠ってらっしゃるところは六ヶ岳です。六ヶ岳はあれはあのにぎの御事のお墓という説があるんですがね、実はにぎはやひの御事のお墓です。あの六ヶ岳の中に天観山とかありますね。あれはだからにぎはやひの冠を収めた場所です。本当は掘りに行きたいんです。羽衣山、にぎはやひの着物を収めた場所、山だと言われておりますね。で、先と山に村方三女神が降臨したんですね。まあ、クラテ軍ってだからもう本当に神の時代からの相当古くからの歴史がこもっている土地だって分かりますよね。これが神武天皇の最後の戦った場所、富野です。今の能形市富野です。ここで戦ってます。だからここの福地神社というのは多分、数多くの犬国の一族を、まあ、地祭りに挙げたんで、その御霊を祀った場所だろうと思われますね。また能形関係する、能形氏はもともとは倉手軍ですからね。はい。そして神武さんは、田川郡河原町の鶴岡八幡宮というところに行かれて、ここに橿原の宮を築かれて、ここで即位なさいました。先ほどの例の一の竹、畝比山の東南に橿原の宮を建てられたと日本書紀書いてあります。それは奈良県じゃありません。福岡県田川郡河原町の鶴岡八幡宮、これ鎌倉よりも50年早いんですよ、こっちの鶴岡さんが。でこれもあの宮司さんと話して確認取りましたもんね。はい。これがその神武天皇のお墓です。本当の神武天皇陵です。日本書紀に畝比東北陵に羽振り祭ると書いてある。河原一の竹が畝比山だというのは私の説では絶対動きませんので、その東北に見事に大金さん大王様という神武天皇のお墓があるんだということで、これ私の生きてるうちに掘ってほしいんですがね。ここから神武天皇の名を刻んだ銅板でも出てくれば、もう日本古代史は私の勝利なんですがね、全面勝利ですね。あ、次入りますよ。この神武天皇さんが亡くなった後に倭国大乱が起きて、西暦200年に卑弥呼さんが恭立されるってありましたよね。これね、もう原文でね読みにくいでしょうけどね、これ和人の国、倭国のことですね。その国元また男子をもって王となす、とどまること780年。この最初の壇王はだから神武天皇さんです。その神武天皇さんが亡くなって壇王は780年続いたけど、倭国は乱れて愛こもごも、交罰すること歴年と、すなわち一女子を共立して王となす、名付けて卑弥呼と言うと、まあ、こういうことが書いてあるんですね。ここでやっと魏志倭人伝の世界、
卑弥呼さんに入ります。神武さんの後に出てきてるんですから、卑弥呼さんも当然福岡県の人ですね。絶対福岡県の人です。これさっきの船部山東北領ですね。で倭国大乱続きますね。寛令の寛って書いてありますか。146年から189年です。そして200年卑弥呼共立化とありますね。それでまた卑弥呼と思われる方がここに出てきますね。大和トトピ桃祖姫の御事、この方も卑弥呼じゃないかと言われています。これ日本書紀に出てくる卑弥呼さんですね。大物主の神がついたって書いてありますね。で河原町の方にですね、こんな古い前方後円墳の跡が見つかるんですよ。で赤村なんかにもあったりして、で実はこの倉手郡にも若干前方後円墳の新しきものは今見つけつつあるんですがね。でこれのすぐそばのここからですね、河原町の五冠式橋、吉野ヶ里と同じく石棺墓から五冠式橋が出てるわけなんですね。これですね、五冠式橋、宮原遺跡と言います。で発掘されたというか、きちんと発掘じゃなくて、お役所さんが土地の人が畑を掘り寄って石棺がゴロゴロ出てきたと。それで面倒くさいからこうやって積み直して畑の隅に置いといたと。これをまた、河原町の、庁舎の近くに運んできて復元したのがこの今の箱式石棺ですね。吉野ヶ里遺跡たった一期であれだけ大騒ぎですよ。全国的中出ませんでしたよ。河原町最低 4、5基、しかも五冠式橋3面出とるんです。で内側やっぱり赤いベンガラ塗ってあったんです。だから田川軍も倉手軍もこれだけ遺跡が出てて中央の学会に騒がれないでしょ。皆さんたちの発信力は弱いからですよ。私一人じゃどうにもならんとです。ここ昔大和王朝の場所ですよ。これ河原町に鶴ヶ家というね、今町長さんが鶴ヶさんちゅうんですよ。この方の先祖鶴ヶ嵐人ちゅうんです。この方がなぜか知らんけど河原に最初やってきて、それから向こうの若さの家妃鶴ヶの方に行っちゃうんですね。はい、鶴ヶ家行っちゃうんです。でそれでこれが日本書紀と全く同じ伝承はですね、この ご先祖さんの由緒書紀の中に残ってるんですよ。大変なことなんですよ。でその、鶴ヶ嵐人さんが若さに行く途中に、途中の島根県の高神田遺跡とかいうところ、ここの人たちの先ほど出てきた大物主の子孫たちがこの島根県にいらしたんですけどね、その人たちを攻撃してやっつけながら東へ東へ行くんですよ。それでこの高神田遺跡というのは、これ358本の銅矛が出たんですかね、銅剣がね。だから鶴ヶ嵐人に攻められて、雨の日ぼっこに攻められて、それでしょうがなくとりあえず一旦難を避けようということで一旦埋めるんですね。で難が去った後に戻ってきて、これを掘り出してもう一回神様に捧げようとしてたんでしょうけど、結局鶴ヶ嵐人に、河原町の鶴ヶ町長のご先祖さんに滅ぼされて戻ってこれなかったんでしょうね。だからこれ出たんですね。こういう遠くの遺跡も一応説明がつき始めたんですよ。でこの前京都まで行ってきましてね、そこからまたね五冠式橋出てんですよ。河原町とそれから磯光からも出てますけどね、五冠式橋出てるんですよ。これ津野嵐人さんが向こうに行った関係が考えられるんですよ。そこまで行ってきたんですが、それで皆さんにも新しく情報で、倭国と東帝国、日本列島にですね、卑弥呼さんの時代に実は倭国大和の国と東帝国、東の鮭の国っていうのがあったんです。鮭の国です。はい、こんな地図です。この AD220 年の後五冠が滅びまして、これは魏、呉、蜀というふうに分かれて三国時代になるんですね。その時にこの赤い線で囲んだところ、この倉手軍も含んで、ここが倭国大和の国です。この緑で塗られた国が東帝国です。だから近畿に大和国があったわけないんです。近畿には東帝国という東の鮭の国という国があったんでございます。それは確かです。これが中国史に書いてあるんです。でもう卑弥呼は大唐の国から来たってことで、なんと朝鮮半島海を渡ってきたんですね、卑弥呼さんね。また音楽式土器ですよ。立岩亀館ですよ。
はい、で、これ河原の今の、ここですね、河原一の竹のところに、祀ってあるんですがね、そこの河原神社のこれが紹介ですね。唐国沖縄大姫王子の御事という神様が和道2年79年から祀られているんですが、実は沖縄というのは沖縄たらし姫神宮皇后さんのことです。これを外しますとですね、しかも組み替え直すと大唐国よりの大物主の姫、さっきの大和と飛び桃祖姫という日本書紀の女性と同じ出自になるんですね。だからこの人が卑弥呼さんじゃないかなと。で、河原では今でも豊前の国不動家に基づいて新羅から河原に来た神って言ってるんですよ。これ卑弥呼さんのこと、あるいは津賀荒人さんのことなんですよ。だから河原岳の河原神社に709年以前までは卑弥呼さんが祀られよったらしいんですね。これが今大分県の、国東半島の北の姫路島に、711年に流されたみたいですね。なんと神様が人間の手によって流されるんです。そんな話をんです。さあ、松野国はどこか。卑弥呼さんが239年に大宝に使い出しました。義の使いが大和の国に来ました。繰り返しますよ。本賀川流域ですよ。はい、最初の松野国、宗像市田熊石畑遺跡、石畑遺跡、宗像工場跡。ここからまた弥生の遺物でいっぱい出ました。今伊勢キングって言います。ここに義の使い上陸しますね。で、そこから伊豆国へ向かいます。こうです。東南500里で伊豆国ですね。これ私古い時に書いた地図なんで、もうちょっと北側です。ここら辺りです。これ先ほどお見せしましたよ。ここですよ。これ新井田、新井田、伊豆国です。伊豆国ってあれデタラメです。伊豆国です。古事記日本書紀播磨国不動記全部伊豆って読んであります。伊豆国じゃないです、伊豆です。だから糸島半島じゃないです。今日後半の第二テーマ、卑弥呼さんの時代の伊豆国、倉手郡です。当時の卑弥呼さんの国の中でナンバー2の大国です。それが倉手の土地ですよ。で、あとは伊豆国から東南百里で武国、飯塚ですかね、能形ですかね、それから東へ、百里で文国、そこがもう邪馬台国、大和国の入り口ですから、私は大和国田川説を唱えるわけです。これはもう絶対動かないと思ってます。はい、さあもう一回行きましょう。鏡もらってきましたね。これは近畿から出る、石油元年橋、三角地新住橋の元になった中国の鏡、五の鏡です。で、これが卑弥呼さんがもらってきた道橋百枚で内橋、家紋橋、五冠式橋です。さあ、ここのところ今日重要ですよ。この四角で書かれたところがその内光家紋橋五冠式橋が出たとこ、卑弥呼さんが義からもらった鏡の出た場所です。ここ分かります？この黒で書いた四角、目の言い方見えますか？これが最初に紹介した潮井垣遺跡です。から出てんですよ、卑弥呼さんが義からもらった鏡のうちの一面が倉手郡から出とるんです。はい、今日皆さん伝えたいことだんだん見えてきましたね。卑弥呼さん倉手郡に限りなく近いところいらっしゃったんですよ。はい、さあ、その卑弥呼さんの墓、彼女は200年に即して247年に亡くなっていきますね。実は殺されちゃったんですね。そのお墓がですね、田川郡赤村内田駅平成地高鉄道ですねの東側にあるこの全長450メートルの前方後円墳に眠っていらっしゃるんじゃないかって、私6年ほど前に初めて TNC RKB あたりで発表したんです。これ1975年の航空写真です。見えます？これ堀の跡でしょ。ここ今建物建ってます。これも堀の跡、これ池ですよ、池。
で、この九州のね、特に福岡県の考古学のボス、宗像の館長やってる人だけど、あの人が自然地形だって言った。これ自然地形ですって。私はこれ前方後円墳、しかも卑弥呼の墓だって言ったんです。もうはっきり言います。私の見方をしてくださった元長崎大学教授の方がですね、リモートセンシングという衛星から地上写真を写してそれを分析するという学問をなさった方ですが、いやこの人はやっぱりこれは人工物だよって言い切ってくれた。これをリモートセンシングの学会でもう世界に発表しています。だからリモートセンシングの世界は、世界中はこれを卑弥呼の墓と思ってます。もう日本の工学飛び越えちゃいました。で、先ほど出た大和トトビモモソ姫、これが大物主の神の妻となった。で、大物主の姿見たいと言って、で、翌朝くし箱を覗いたら麗しい小さな蛇がいたと。それで彼女キャーと叫んだんで、それで大物主の神が、私は今度はお前に恥をかかしてやると言って、神は空に登り三輪山河原岳に帰った。姫は仰ぎ見て後悔しドスンと座った。すると橋に陰部をついて死んだ。そこで王子に葬った時の人はその墓を名付けて橋墓と言ったということで、私は赤村内田の国にある、これが多分本物の橋墓だと思っております。で、奈良県にも橋墓あるんです。実はあれ偽物です。なぜか埴輪が出るんですもん。あっちと卑弥呼さんは、先ほどのところに書いてありますように、卑弥呼持って死数大いに蝶を作る計104歩、殉葬する者の日104人ということで、殉葬者が104人生きながら埋められて死んでいったんです。で、この生き埋めで殉葬することがあまりにむごたらしいんで、水仁天皇という方が殉葬簿をやめよと。それで、のみのすくねという人物がですね、人型、馬型、家型の、まあ、あの粘土から、そういうものをこさえて、で以後は、古墳にはこれを埋めよということで、やっと殉葬をやめた。だから水仁天皇と呼ばれてるんですよ、あの方。その埴輪が出る限り、奈良県の橋墓は卑弥呼の墓であるわけがないんです。で、私も探し出した河原町、赤村、それから宮田もそうですね。この前方後円墳は多くは埴輪が見つかってないんですよ。飯塚方面出るんですがね、田川郡の前方後円墳は一つもまだ埴輪が見つからない。だから殉葬簿が一気に限らないんですよ。あそこは2期も3期も4期も歴代天皇の墓自体が殉葬簿なんですよ。怖い話ですね。生きながら人を埋めたんですよ。もちろん食事は足りないですよ、水も足りないんですよ。だからもう埋められた人がもうね、ずっとは泣きわめいてね、で最後生きたえても、今度はカラスや犬に食われてね、それ日本書紀ちゃんと書いてあるんですよね。こういうこと言わないのが通説の日本史。これをあからさまに言うから私嫌われるんです、はい、分かっております。それくらいはね、はい。その卑弥呼さんが死んだ後ですけれどね、今度は新田に巣があった時、これは前出しましたね。これが新田図の後です。新田交差点からこういう田んぼをご覧になったことあります？ここにかつて卑弥呼さんの頃、20メートルから30メートルの深さで海水入り込んでたんですよ。これ渚の跡です。これ右和線って言います。熱田神社さんの、倉手町の熱田神社さんの元宮があるところから撮った写真ですね、これね、はい。新田に津があった時で、これがさっきの魏志倭人伝に書いてある一通大卒を置いて、常に一国に獅子と書いてある。ここだから倉手町に一通大卒いたんですよ。それは物の部さんのことなんですよ。にぎあい飛来の彼らがこの北九州にあった城さんの国を全部軍事的に管轄しとったってことが三国志魏志倭人伝に書いてあるんですよ。もう皆さんすっかり忘れてるでしょ、ここまで海が入り込んでいたってこと自体も。いや、そういう時代のお話なんですよ、はい。皆津に望みて、ここですよ、倉手町のリギタですよ。ここに義の使い来たんです。で、ここから赤村あたりか河原町あたりの城の宮殿まで、
和の役人が、和国の役人がこの間を取り継いだって、こう魏志倭人伝書いてあるんですね。これを今までの学者さん誰一人こっちの土地に結びつけなかったから、わけのわからんこと言えるんですよ。それでまた皆さんがそれきれいにごまかされて、あ、邪馬台国やっぱりわかんないやって言って、何のことはない、倉手軍が五国ですよ。もう邪馬台国、邪馬台国もその先ですよ。はい、さあそれでここに書いてありますね、また剣岳城ですよ。卑弥呼さんが亡くなった後にまた和国乱に陥るんですね。その時倉手に現れたのが実は大和武尊命なんです。私ここに倉手の大和武尊命って書いてあります。彼は魏志倭人伝中の五国王、五大卒ではないか。これは私の真実なんですよ。だから卑弥呼さんの後はこっちの倉手軍がナンバーワンの国のし上がったんだよ。大和朝廷の一番中心が大和武尊命の時はここが中心だった、倉手軍中心だった。まだ私のこと疑ってますね、その目は。卑弥呼さんの後の大和王朝の中心は倉手軍ですよ。すぐには信じられないですけど、後からじっくり確かめてください。さあ、大和武尊、これは滋賀県の武部大社さんが作ってらっしゃるんですね。で、まあ、亡くなって白鳥とか白鳥とかして、それでこの倉手の土地に帰ってこようとしてたんですね。だから魏志倭人伝から行くと五国の二期だった、長官の当時の役職名です、二期。その大和武尊がいたからあそこにぎたっちゅうんですよ。にぎたつって、あ、にぎたつなんですよ。まだ信用できません。いや、ここまで魏志倭人伝と共通してるんですけど、にぎたつ、うん、大和武尊命さんがいらっしゃったからにぎ、にぎたつ。さあ、あと何時間したら信じてくれるんですか。さあ、ここに神宮皇后さんが、卑弥呼さんが亡くなって120年後ですかね。また若さの気比の国から瀬戸内海通って豊国に入り込んでくるんですよ。これが魏の使いのたどったコースです。これ全部関わってますでしょ。で、神宮さんは、はい、関門海峡からこう入り込んできます。久喜の海、東海湾から岡の海、先ほどの高温川に入ります。で、冷水峠を越えて橋の熊橋を打ちに行きます。で、この時に中愛天皇の何番目かの中愛天皇が敵の矢に当たって死にます。そして飯塚の樫日の宮、福岡市東区じゃないです、樫日の宮、麻生太郎さん家の前です。老いたて八幡宮というところが本当の樫日の宮ですね。ここに帰ってきます。で、そこからですね、中愛天皇弔い合戦ということで宗像あたりには勝戸姫という姫様熊襲を退治しに行かれますね。その後、中愛天皇の直系の子供である押熊の御子、籠坂の御子をやっつけるためにまたこういう戦いをやります。途中新羅征伐行きます。こうやって豊の国を全部治めたのが神宮皇后さんですね。その神宮皇后さんが宗像あたりの勝戸姫をやっつけに行くときに読んだ歌が万葉集八番歌です。にぎたずに船乗り船と月まては潮もかな、犬今は漕ぎいでな、にぎたずで軍船の船出をしようと満月を待っていると月も出て潮も船出に適する大潮になった、さあ今こそ背の君中愛天皇の仇討ちに漕ぎ出そうよ。神宮皇后の歌に切り替えちゃったんです。私が万葉集に八番歌にこんな有名な歌があるんですね。にぎたず倉手町にぎたってはっきり書いてあります。北宮地岳神社周辺の熊襲勝戸姫との決戦に備えた、これ数年前に西日本新聞の筑豊版でこれ書いていました。新設大和の国、そして本当に宮地岳付近の勝戸姫やっつけに行くんですよ。でやっつけたんですけどね、そのやっつけ方がすごかったですね。筑紫の松田の阿賀田の玉島の里です。でそこで神宮さんは、なんか知らんですけどね、川中の石の上にいらっしゃって、それでスカートの糸を抜き取り飯粒を持って餌となし、その川の鮎をお釣りになったって書いてあるんですよ、古事記にね。その割り中が変なんですよ。鮎、その川の名を小川という、またその磯
石の名を勝戸姫と言うって書いてあるんですよ。それを釣ったって言うんです。でこれが入植になると今度はこれが肥前の国松浦あがたに変わるんですよ。だから松浦国っていうのは古事記によれば筑紫の松浦あがたのことだから宗像だったんです。ところが日本書紀が肥前の国の松浦あがたに書き換えてしまうとるから、多くの邪馬台国論者、魏志倭人伝の論者があっちの唐津の方に行っちゃうわけです。あっちの松浦に、肥前の松浦にね。だから肥前の松浦を挙げている学者さんはみんなあれはデタラメです。宗像だって言いよる私の方が多分日本で数少ない少数派ですが一番正しいと思います。それからいつこくこの蔵手に来たんですからね、はい、でこの歌がすごいんですよ。たらし姫神の御事の鮎釣りと見たたしせりし石を垂れにき、神宮皇后が鮎を釣ろうと立ちになった石を誰が見たか、いや誰も見ていない。この石磯の正体について鬼の日本史にこう記す。古代の戦で捕虜になった敵の首長は手足を切断されやがて失血死した。これを石殺すといい、今日の殺すの語源となった。これだるまさんの故事です。こういう処刑法があったんですね。むごいですね古代ね。だから手足を切り落とされた勝戸姫さんの上に乗っかって飯粒を口に垂らして、あら珍しいものは連れたわねって神宮さん言ったんですよね。古代の戦ってすごいでしょ。女性も怖いですね。さあその神宮さんが倒した相手がなんと大和武尊の命の孫なんですよ。牛熊の命、中愛天皇が大和武尊の命の子供だって日本書に書いてありますもんね。じゃあ牛熊の命はその孫なんですよ。その孫を神宮さん滅ぼすんです。でこの牛熊の子結局神宮さんの軍に あちこちの戦いで敗れましてね。でいざ阿儀伊佐知の宿で玉木割るうちの阿蘇が久仏知の伊佐でおわずは仁王土井の和樹瀬名でいざね、お前と私伊佐知の宿ねえよと、竹十知の宿ねえの、武器に当たって痛手を負わないうちに買いつぶりのように潜ろうよということで自炊自殺なさったというかわいそうな悲劇が古事記にも日本書紀にもあるんですね。それで瀬田の宛てに沈みました。その時竹千代宿がそれを悔しがって近江の御瀬田の宛に家畜取り目にしみえば生き殺しも近江の御子恩河湾ですに沈の瀬田の宛に沈んだ取り目、目に見えないから悔しいことだわいと。でこれを兵士たちに探させましたよ。で数日経って宇治川河原町の木部川に浮かび上がりますね。と竹千代じいちゃんが近江の御瀬田の宛に沈んだ取り目、田中見すぎて宇治で捕まえたぞわははって会社を歌げるんですね。20年ぐらい前に最初神宮家を呼んだ時に分からなかったんですよ。一体なんでこんなに執拗にもう受水自殺してしまった牛熊の御子の死体を探すのか。ヒントはもう皆さんに出しました。大和武尊命の孫でしょ。牛熊の命身に何つけてたんでしょう。はい、最初の話題を思い出して。大和武尊命だから腰に、そう、草薙の剣つけてたんですよ。これが欲しいから死体探すんですよ。やっと気づいたんですよ。日本書紀には直接書いてないけどね。つまり武尊の宿根は神宮皇后は豊国の天皇の見印の草薙の剣が欲しいから牛熊の御子の死体を探させるんですよ、兵士たち。これにやって気づいたんですよ。これなんだかんだ神宮皇后を読むだけで5年もかかりましたけどね。でまた2回目読んだんですよ。2回目読んだ時にやっと気づいたんですよ。あ、草薙の剣が欲しかったんだと。さあこれがその牛熊の御子を追い詰める時の地図ですね。中愛峠、この牛熊の御子が、行橋市の御所大工大石から逃げてこれを通りますね。で河原町を降ります。ここでも敗れます。それから大阪の方面に逃げようとするんですが、ここでまた神宮皇后軍とぶつかってまた敗れて、とうとう船で退却していきます。それで加賢間皇后石の近くの、海田町清田あたりで受水自殺を遊ばしたようですね。この時神宮皇后軍はここに書いてあります。小竹の宮にいたんですよ。
で冗談抜きに日本書紀の神宮皇后記にはこれを信濃宮と言いました。これ間違いなくこの小竹です。ここに神宮さん本拠を構えてこの戦をずっと、まあ、静観してたというか、兵士たちの動きをずっとここで監督してたんですね。そんなにめちゃくちゃ遠いところじゃないでしょ。はい、滋賀県の琵琶湖の話じゃないですからね、瀬田って海田町、清田のことですからね。はい、これが福永の解釈なんです。でここに書いてあります。恩賀の地で物の部署を召集し、にぎたずを執行、筑紫祭ら方、宗像大社、宮崎周辺の勝戸姫を滅ぼす、美奈木神社、平塚、河津遺跡などによって橋の熊所を殲滅、筑後川を渡って見沼を攻撃、薄ら陳仁を滅ぼす、ゾヤマ皇后石城の田村津姫を討伐、法武、地区、火の三国を征伐する、大和国滅亡、四世紀半ば川崎町大海八幡神社、現在の大見にて即位と、まあ、こういうことを言うとるわけですね。はい、そしてその孫の仁徳天皇さんの時に実は大佐々木の乱というのが起こりましてね。それで、早草分王と目取り王の姫が、これも日本書書いてあるんですよ、倉橋山に登ると。それで大佐々木の軍に追われて、橋立の倉橋山を探し人違和感書きかれて、我が手トラスもまた歌い曰く、橋立の倉橋山は探しけど、妹登れば探しくもあらず、彼そこより逃げうせ、宇田の曽にいたりし時に三草を置いたりて殺すと、こういう記事があるんですが、この倉橋山がどこかというとここです。これやっぱり六ヶ岳のすぐそばにあります飯盛山です。倉手町の飯盛山です。ここを目取りの姫巫女と早草明の巫女が手をつなぎ合って登って越えられたんですが、伊勢の小茂城の飯塚氏の小茂田というところで殺されたんだと思います。またこれ倉手のお話ですよ。倉橋山、倉地山です。全然ご存知なかったでしょ。こんな悲劇があったんですよ。その緑の姫巫女、なぜか釜石山野の若八幡神社が祀ってありますね。ちょっと離れたところにこの悲劇の、王女様の、魂を祀ってある神社がございます。ここに書かれてある伊勢神宮って磯光の天正宮ですからね。河原から磯光取って、それで久留米にあった別の王国に逃げようとしたらしいんですね。その途中で捕まって殺されたんです。これが仁徳天皇記に書いてあるんですよ。日本書紀ですよ。またここ倉手でしょ。でこれは柿の本の人丸の歌なんですがね、ここに出てくる狩の巫女、これ木梨の狩の巫女なんですよ。で休みしし我が大君高照らす日の御子、神ながら神様せすと、ふとしかす都を来て、こもりくの発生の山、倉手町です。倉手町の発生です。巻き立つ荒き山道を岩金佐伯おしなべ坂取のうんぬんて、みゆきよる秋の大野にとあるんですね。まあ、こういう歌があって、秋の野に宿る旅人、うちなびきに芋根ラメヤもいにし思うに、俺も倉手の土地の歌ですよ。そして繁華ですね。秋の野に泊まられる木梨の狩の巫女様は、手足を伸ばしてゆったりと寝られたいだろうに、神宮皇后と王神天皇の土地のことを思うとお休みなれますまい。幕下狩る荒れの庭あらど、もみじ葉の杉に敷みが固みずと越し、もみじの季節を過ぎ雑草を刈り取らねばならないほどの荒れのですが、神宮皇后と王神天皇の土地にやってまいりました、という歌が万葉集に残ってたんですね。これは新しく解釈し直しました。さあ今日の後半の大テーマです。この前宮若市でもやりました。にぎたずはどこか、伊予の岩湯、伊予のにぎたずの岩湯というのが古事記日本書紀万葉集出てまいります。その伊予の岩湯は実は天武13年西暦685年10月14日の白鳳地震により、伊予の温泉埋もれていでずということで、これ以後出てないんです。で今では愛媛県の道後温泉が伊予の湯だと言われてますね。あれも大勘違いです。
もともとの握たずの伊予の岩湯、伊予の握たずの岩湯、これから出しますよ。松山市には握たの地名存在しません。でもさっき皆さんどっかで握た聞きましたよね。倉手町だったですよね。私ここだって言うんです。本物のに本当の握たずはどこか。はい、これです。これまた倉手郡市です。和名称旧館倉手郡合名6金府二田。これなぜか知らんけど平安時代は稲見、今温水ですね。統治若宮です。都と地面の地と書いて土地ってとこありますね。これ統治です。統治の姫巫女の統治ってここですよ。倉手ですよ。新北です。これが新北になりました。これ貝歌って書いてありますけど、なぜか平安時代勝田って神奈川ってあります。で、新北郷は西川村新北の地、その本拠にて倉地の君の子孫倉手軍師などの家が文法この地に開きて地方領世市にいずるなるべし、現に郷内に倉地の君を祭りし黒地社の廃止ありて大技理の具はその区域を延長したる意にいずるか、西川、剣、古月の山村と植木の一部を含みて東北部は当時州所の管にありてあえて民居に滞在し地域なりしかば東西に強調なる区域なりしならん古墳ありと倉手郡史に書いてありましたね。全部倉手郡史ですよ。この土地の話ですよ。にぎたずも全部。それで万葉集の左中にある伊予の岩井の伊予と倉手郡の関わりはってなって、実は倉手町に伊予谷っていうところあるんです。1100年前の西安時代の火葬場の跡があったということで、倉手町の資料館には歴史資料館には今もこれちゃんと展示してありますね。それで今まではこの後鳥羽院の頃に伊予という武士がこの辺り牧場を開いて馬を牧したことによるって言われてるんですが、私の知る限り、民族学者さんたちはこの近くにいた新枝田物の部、新枝田物の部氏が四国の伊予に移動したから、この倉手の伊予が四国の伊予になったんです。今の日本の一般の評価は伊予の国から伊予という武士が倉手にやってきたちょっと逆転したんです。違います。伊予の倉手町、伊予の物の部さんが伊予の国に行ったから伊予になったんです。じゃあ新田さんどっちにあったか。もう倉手にあったんです。はい。で、伊予の岩湯探しというのをやったんですよ。もう何年前になりますかね。で、そこにですね、吉州温泉というのは景勝地であって、当時人々によく知られていた温泉は類々と岩がつながり重なり合った山のあぜから、沢から湯が流れ込んでいる。そして温泉からはその湯が音を立てて谷を流れ下って海に流れ込んでいる。透き通った水を通して海底の白砂が見える。その海は四方うっそうとした森林に包まれた険しい山々に囲まれ、周辺から多数の沢が流れ込んでいる。その海までの距離は2、3里、135メートルから202メートルである。中野が原文に書いてあるんですよ。だから道後温泉ね、海までね135メートル、202メートルない。周りに岩もない、山もない。あれ本当平野の中にあるんです。だから違うよって言うんですね。で、険しくそそり立った山岳を望みて振り返って、自分また御座に登って姿をくらましたかの長子平野に登っていきたいと思う。これ温泉碑の中身ですね。椿の木は覆い重なって丸い大空の形をしている。ちょうど法華経にある五百の羅漢が五百の絹笠を指しているように思われる。朝に鳥がしきりに戯れ鳴いているが、その声はただ耳にかばびすしく、一つ一つの声を聞き分けることはできない。赤い椿の花は葉を巻いて太陽の光に美しく照り映え、玉のような椿の実は花びらを覆って温泉の中に垂れ下がっている。この椿の下を通ってゆったりと遊びたい、なんちことが刻んであるんですね。温泉は景勝地です。温泉は海に近い、四方山に囲まれている。それから四方の山から流れ込む沢が見分けられる程度の広さ、それで温泉から海中の白砂が覗ける、温泉には岩がゴロゴロしてる、山には森林が生い茂、周囲の険しい稜線が覗ける、椿の枝がすっかり覆いかぶさっている、椿の花は赤い、果実の実が重そうに垂れ下がっている、実のなる木が多く小鳥がよく集まる、温泉はぬるい、
そして右たずは実際には現在は湯が出ていないと天向きに書いてありましたね。さあ椿、これです。ちゃんちんもどき笠木山です。で植物研究家がこのちゃんちんもどきというのが日本では九州南部の限られた地域でしか確認されていないけど、ここ、若宮が一番北限地でございますね。このちゃんちんのちんが椿という漢字です。で実がなります。これだ、これがなっていたから、ここが伊予の仁木田津の岩湯のあった場所だろう、笠木山のところですということを考えて、伊予の岩湯を因泣川、また因泣川です、焼き山川水系探したら、ここに因泣川の巨岩、これは秋田温泉ですね。それから穂掛神社の前の淵、穂掛神社、これが秋田温泉、若宮町、そしてここに所田温泉なんてのも書いてありますね。流れてる川が因泣川ですね、焼き山川です。はい、これを3年間、都合3年間こっちに調査に来ましたね。伊予の岩湯は戦国郷だった。ここまで海が入り込んでたんです。多分信じてもらえません。はい、稜線見えてますね、戦国郷ね、山の稜線ね。はい、鳥集まります。時に大殿に向くと真の木と愛、その木にイカルガとシベ鳥と集まり止まりき、スベラミコとこの鳥のために枝に穂などをかけて養いたまいき、穂掛神社が笠木山のもとにあります。戦国郷にあります。私小学校になってここに来てたんです。で父ちゃんからそこに神社あるぞって言われて、なあ兄ちゃん、穂掛神社よう覚えてましたね。あそこにあった穂掛神社が、だから今本当にね、愛媛の道後温泉にこの碑が置かれてるんですけどね、聖徳太子の温泉碑って、あの中身は絶対これ戦国郷のことですよ、間違いないです。これその原文でずっとこれ書いてます。でここの湯にですね、天皇さんたちが5回も来てるんですよ。で最初は景行天皇、それから中愛天皇とあの神宮皇后、それから上津宮の聖徳の御子、聖徳太子になってるんです。正体明かしますけどね。で そのこの方が石踏みを建てられたんで、そこを伊佐庭の丘といった。今道後温泉に伊佐庭の丘っていう偽物がありますけど、本物はこっちの戦国郷のどっかにあって、その温泉碑という石碑はあの筑紫大地震の時に埋もれたんだと思いますね。地中レーダーで探したいんですけどね、本物が出てきた、これまた私の天下です。でさらに、ここに来た人たちがですね、これがその聖徳法皇が読まれた文章がずっと書いてありましてね。で最後に今度は岡本のスメラミコと除名天皇が来られてますね。でそれから、最後に今度は後の岡本のスメラミコと西明天皇、近江の大津の宮に雨の下しらしスメラミコと天智天皇、清見原の宮に雨の下しらしスメラミコとの御柱天武天皇、この方々がこの伊予の仁木田津の岩湯に来られたって伊予の国不動記書いてあるんですよ。そして全国の学者さんが江戸時代以来間違ってきたんですけど、あれは伊予の国の不動記じゃなくて、ここの倉手の不動記にあるべき話だったんですよ。みんな勘違いしてきてたんですね。はい、そういったことを見つけ出しました。そしたらちゃんと宮田の方にですね、ここに中相手が神宮皇后と共にやっていらっしゃって、暴雨にあってで松の木の元に立ち寄って雨を避けなさったと、そこを笠松と名付けて、最も古きの近き世までありしが今枯れて亡くなりって、これまた倉手文士に書いてありましたね。はい、これが笠松神社、笠掛の松、今トヨタの工場があるところですか、そのあたり、はい、あったんですよ、ちゃんと神宮皇后さんの伝承。さあこの上宮聖徳の御子さん、実はですね、今法隆寺にあります釈迦三尊像後輩目で、この温泉碑には宝光6年という年号を刻んであるんですよね。
でこの仏像の裏側に方向眼というのが刻んであるんです。だこれが本物の聖徳太子さんのモデル、あの日いずるところの天使とおっしゃった太宰府の王様のことです。太宰府の王様がここまであの蔵手のあの宮若のあの戦国教の湯までお疲れに来られたんです。これも歴史事実なんですよ。それで最初慶光天皇大たらしい子ってありましたけど、慶光天皇はあの蔵手のスーパースター大和武尊の命と親子ではなく、大和武尊の命と慶光天皇は実は戦ってます。敵同士です。だから慶光天皇が蔵手の伊予の湯に来たとは思われません。だからこれは多分後の時代の間違いで、ここに来られたのは大和武尊の命のはずなんです。これ私の新しい解釈です。いや慶光天皇、熊本の慶光天皇さん来てないよと、あくまでも蔵手町の大和武尊の命は戦国教に来られてるんだよと私は思っております。これからまたこれ発表し直していきます。はい、その聖徳太子の正体、雨の谷志彦さん、はこちらの太宰府のこの天使様ですね。でこういうことが中国側の随所和国伝に書いてありますね。はい、こういうことが書いてあります。607年に遣隋使を送って、その時に日いずるところの天使正日没するところの天使にいたつつつがなきやと、こういう国書を送られたんですよ。これも常識からいきましょう。国書は現代でも国王か大統領ぐらいでないと送れないんですよ。日本でもまだ国書は天皇陛下が送られるんですよ。内閣総理大臣じゃないですよ。だから大使の身分で国書は出せないんです、相手国の元首に対して。こういうね簡単な常識がねこの国の歴史学には通用しないんですよ。あの学者さんたち一体古典何勉強してるんだと、天皇以外の誰が国書を出せるんだと言いたいんですけどね。うん、聖徳太子が出したってみんな言うんですよ。で近頃やっと聖徳太子は実際しなかったって意見がちらほら出てきましたね。僕はもう高校生の頃は聖徳太子いなかったと思ってましたもんね。これ福岡県のこれ古代地図でさえ筑紫川和国統治これ蔵手軍、あくまでもこれね本来はね豊国だったんですがね、その谷志彦さん日いずるところの天使にこの恩賀川流域一帯が和国本庁筑紫川についちゃったらしいんですね。だからここ今筑前になっちゃったんですね。うん、また本当は豊国だったんですよ。はい、さあもうこれで大体もう終わりに近づいていいですかね。そろそろ時間でいいですね。はい、さあそれで皆さんにお示ししたいのはこれです。所田温泉、宮若市社会福祉センター。所田温泉は昔石炭産業で栄えた筑後地区に湧き出る温泉です。なんと私の父ちゃんが勤めてた貝島炭鉱が掘り当てました。そもそもこの温泉大正7年にいた貝島炭鉱の敷地中に湧き出たものだそうです。場所は宮若市の郊外、周囲に水田が広がる中です。これが今皆さんに紹介した復活した伊予のにぎたずの岩湯、かつて戦国教に湧いていた湯と同じ湯脈です。ここにあの日いずるところの天使さん、大和武尊命さん、神宮皇后、それから斉明天皇、除明天皇という歴代の天皇さんが戦国教まで浸かりに来られてたんですよ。一番大昔には大物主大なむちの神が浸かってらっしゃるんですよ。皆さんこれですどうですか。旧蔵手軍、宮若蔵手の古は分かりましたか。卑弥呼の時代の大和武尊命の時代はこの大和王朝ナンバーワンの首都だったって分かりました。卑弥呼さんの時代にはナンバー2の大国って分かりました。こんな歴代の天皇さん、有名な天使様があの戦国教に浸かりに来られてたんですよ。だから私これ宣伝したいんですけどね、あんまり宣伝して全国から人が集まっても困るんですよね。食堂で飯が食えなくなりますね。
だけどこんなね大変な遺産にね恵まれているのが本当に旧倉手郡でございますね。小竹も神宮皇后記に名前ちょっと城宮って変わりますけど地名ちゃんと出てますよ。だからここで改めてください、古事記日本書紀はこの北部九州の歴史が書いてあって奈良県とか近畿のことは一行も書いてあります。これが私の説でございます。さあこれがもう最後のスライドですね。さあ最初に紹介した山辺の証、彼もまた逃げたずの歌読んでるんです。山辺の証、宿根証人が伊予の湯に至りて作る歌一首ですね。でスメロキの神の御事の伊予の高根の歌ですがね、もう訳の方でいきましょう。神たる天皇が王様になっている国のどこにも温泉は多くあるけれど、島や山の美しい国、険しい伊予倉手郡の高根にあるような温泉はめったにない。その裏手の伊佐庭の丘に立たれて歌を練られ言葉を案じられた、これ日出るとこの天使ですね。この温泉の上の木の群れを見ると進化のように林立して生い茂っている。鳥の鳴く声も相変わらず聞こえ、この先もずっと神々しくなっていくことだろう。出でましになったここ伊予の岩井は繁華桃式の大宮人のにぎたつに船乗り試験年の知らなく、かつて大宮人たちが船乗りしたという、そのにぎたずにいるが船乗りしたのはいつの年のことなのだろうということで、これは神宮皇后のにぎたずに船乗りせんと月までは潮もかないぬ今はこぎでなというのがですね、8世紀の山辺の証人にはその年がいつの年のことなのかってもうそろそろ分からなくなっていたらしいんですね。これが全部本当に宮若市のあの戦国教の歌なんですよ。だから私山辺の証人は、倉手高校のある能形市山辺の出身ですよって高校時代に恩師の田代先生に質問して怒られたとです。さん正座せえって言われてね、正座させられてね今は先生言いまかしてます、先生やっぱり山辺出身ばいちゃう感じでね、こんなことで、本当に私の先生もそうでしたけども、本当にね古代古代のことで皆さんも本当にねご記憶のなければ古代の人と会ったことはありませんしね、まさかと思われるかもしれませんけど、これが本当の日本の古代史でもあって、宮若倉手の古でもあるわけですね。もう大変な人物ばっかり出てきましたでしょ。神様も出てきましたね。神代以来の国ですよ。すごいですよ。だからこのね、所沢温泉、これひょっとしたら大室時代以来の温泉ですからね。これ世界遺産級の温泉ですよ。だって古代ローマ帝国の温泉みんな潰れてるんですから。こっちまだ生きてるんですから。大変な歴史的なやつなんだと思いますけどね。ということでお話終わりでございます。長時間ありがとうございました。